はいどうも皆様、極量丸の黒田です。前回動画を出してから20日間経ちました。20日間経って加工場の方の工事が進んでいきました。加工場の工事風景をとりあえずご覧ください。どうぞ。1日目です。床が剥がされてすごい状態ですね。こっからどうなっていくのか。2日目です。床になんか金網みたいの貼られて、これが基礎っていうんですかね、すごい光景です。3日目です。下にコンクリートが打たれました。床をジャージャー流して、魚とかね、さばくんで流せるようにしてもらいました。これなら完璧ですね。4日目です。今日は電気がついて、ブレーカーついて、電気関係の配線がつきました。5日目、壁にボードが貼られ始めました。さあこれで全部ボードが貼られる感じですかね。どんな感じになっていくのか、雰囲気が変わるのか楽しみです。6日目です。一気に雰囲気変わりましたね。白いパネルが貼られてめちゃくちゃ綺麗になってます。職人さんたちありがとうございます。7日目です。どこが変わったのって思うかもしれませんが、変わった部分があるんです。一体どこでしょうか。正解は床でした。床が防水なんちゃらが塗られました。8日目です。電気がつきました。すごい綺麗ですね。9日目です。9日目になってレンジフードがつきました。換気扇ですね。そして、20日後に飛びます。どうぞ。はい、ということでめちゃくちゃ進みました。あんな汚かった漁具倉庫が生まれ変わりましたね。いやめちゃくちゃ嬉しいです。ということで工場の方見に行きたいと思うんですけれども、その前に極量丸に新しいスタッフが加入したのでご紹介したいと思います。今カメラ撮ってくれてる佐原くんです。どうも、佐原と申します。お願いします。お願いします。佐原くんの年齢は秘密です。年齢は非公開ということでお願いします。あともう一人、スタッフが入りましたのでご紹介したいと思います。どうぞどうぞ。あ、待った、ここジャンプした方がいいね。一回切ってもらっていい。どうも、リッキーです。はい、ということでリッキー年齢は22歳。若い、ピチピチです。22歳、ピチピチなリッキーが極量丸に加入してくれたんで、漁師にはならないんですけど、まあ、いろんなサポートだとか加工場の方の、仕事だとかをお願いする社員さんになります。よろしくお願いします。ということで、リッキーと一緒に加工場の中見ていきたいと思います。違う。はい、じゃあ電気つけていきます。最高っすね。そしたら一個一個説明していきたいと思います。冷蔵庫ですね。この中に釣ってきたお魚をさばいて柵にしたやつを一時保存とかしたいと思います。こちらがシンクになります。これ二層シンクですね。ここでカツオとかキンメダイとかそういうのはここでさばいてって感じですね。はい、来ました。こちらすごい、レンジフードまでついて換気性もすごくて、ラーメン屋さんみたいな寸胴をドーンドーンと置いて、渡りガニと、ドーマンガニとか、まあ、そういうカニ類を取れたてを浜茹でして真空冷凍して販売していきたいと思ってます。俺はリッキーと佐原くんに怒られない程度に休みの日に一人で豚骨ラーメンをここで仕込もうかなと思ってますので内緒でね、お願いします。マグロ一匹さばけます。リッキーがここでさばきます。そしたら今度これね、
こちら製氷機です。俺はねこれが一番欲しかった噛んじゃった俺はねこれが一番欲しかったかもしれない。魚を発送するときとかそういうときに、今まではちょっと何とかして氷を用意してたんですけど、この製氷機が入ったことによってめちゃくちゃ便利になる。あの漁業市のときとか氷が主食になるかもしれないね。はい、夏最高っす。夏最高。はい、特殊な機材が来ました。こちら急速冷凍ですね。ブラストチラーって言って、急速冷凍する形ですね。急速冷凍で、あの特殊な機械なんですけど、これを使えば鮮度が保たれてより良いものが皆様にお届けできるかと思います。おっす。はい、今度これ重要ですよ。冷凍庫、これは、マイナス20度の冷凍庫ですね。マイナス20度の冷凍庫が結構入るね。これ真空パックした商品を保管していきたいと思います。そして俺がめちゃくちゃ欲しかったものがこちらです。マイナス60度の冷凍庫、これが欲しかったんですよ。大容量。この中にマグロの柵だとかカツオの柵だとか保管したいと思います。マイナス60度なんで本当劣化しないですし、最高な状態でお届けできるかと思います。はい、こちらも超重要、真空パックの機械です。これで、取ってきた魚とかカニとかを、調理して真空パックして、で冷凍庫で保管して、で皆様のお手元にお届けしたいと思います。これも高かったっす。はい、はい、ということで加工場の紹介終わりました。3月1日に EC サイト直売所のオープンがありますので、それに向けて着々と準備進めていきたいと思います。漁業市も毎週やるんですが、漁業市とは別でライブ配信を、あの魚さばいてるとこだったりとか、そういうのをライブ配信やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またあの正式に完成したらまた動画回しますので、よろしくお願いします。お願いします。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。元気だよ。ありがとうございます。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。次の動画はこちらですチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。よろしくー。インスタも見てね。見てね。見てね。